さあそれじゃあ参りましょう。スピードワゴンの月曜ザナイト、うちらもいろいろあるんです、日本一詳しい業界芸人スペシャル。さあそれじゃあ本日のゲストに登場していただきましょう。どうぞ。お願いします。クズ芸人岡野陽一、はい、ドラゴンボール芸人 R 藤本、ゲーム芸人ペンギンズノブオ、モノマネ芸人 JP の皆さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしく。ちょっといいかな。素晴らしいメンバー。ちょっといいかな。松本さん、ご無沙汰してます。おはよう。モノマネなんですよ。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。ここに当てるよね。言われてたもん。そうそうそう。お座りください。お願いします。いいだろうね。恥ずいけど、よろしくお願いします。モノマネ芸人は、モノマネは、ね、昔からいたからどういう仕事内容かなんとなく分かってるし、一緒に営業もモノマネの方と行くことあるから。ああそうですか。だから、まあ、本当別にイニシエから伝わってることをずっとやってるだけなんで。さあそして意外だったお仕事の方で、はい、これは大物 MC の代打っていうのはもういわゆるあれですか。もうこれが全てというか、うん、まあこれは僕に限ってだかなとは思うんですけど、 その、まあ、今回そのね、まあ、コロナ禍で、うん、そのまあ、言うたら松本さんがのご接触になられて、ね、れまあその、じゃあ濱家やなと、うん、かまいたち濱家、うん、濱家さんもちょっと無理になって、うん、リリーお願いしますと、うん、でリリーさんも無理になって、そしたらリリーより JP やなっていう、うん、そのなんか今の時代っぽくない？なんか昔昔やったらなんか一文字とか鶴の一声とか鶴の一ツイートみたいな、おなっぽくない？いいそれ。まだろうな、まだすごく似てる。それでなんかもういきあれはさ、はいはい、鶴の一ツイートがあって、はい、で JP が反応するじゃん。はい、しました。それでそっからスタッフさんが乗っかってんの？そうなんだ。はい、じゃあ、僕決まったから松本さんのみんなへのアピールじゃなくて松本さんのあれで決まったの？そうです。あのツイートなんかも僕ももちろん見てましたし、おうおうおう、もういろんな人からもう見た方がええぞって見たら、うん、松本さんが僕の名前、うん、もうシャレやと思うじゃない。そうだね。でもうなんか JP 動きますって松本動きますに乗っかって言ったらツイートしたんですけど、いやこれやったらちょっと上から目線やなと思って、うんうん、ちょっと1時間経って消して、でいろいろあったんだね。ちょっとなんか、ね、なんかね、おーおーおー、なんか吉本さんのそのすごいやり取りにたかが一匹なんか野良犬がキャンキャン言うたらもう生意気は思われたらこうすぐ消してJP 動けます。変えたんだ。剣入れたんだね。いいね。動けます、動きますよ、動けます。もともとものすごい器用な人間だからすぐ買ってました。そしたらなんかスタッフさんが連絡来て、そのだから僕が変身松本動けますって書いた十何時間後には玉座に座ってました。はい、ああじゃあ前日の話。そうそうそう、もう次の日ですから、もう収録が。じゃあビビる暇もなかったって感じ。いやもう腹くくりました。だから原口さんがその東野さん、うん、そうだね、その二人の絡みは今までも何度も何度もありますよ、ね、でもうスタッフさんもなんか厳重な打ち合わせがあるのかなと思ったら、うん、あいつも通りでいや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 みたいな。あ似てる。それでさ、モノマネレパートリーが世間の人も我々もそうだけど JP はもう松本さんばっか見るじゃん。いや俺もう興味ありすぎて YouTube 見ちゃったの。いっぱいやってるんだよ。趣味でね、似てないのも多いけど、いろいろこうなんだね。いろいろあって、これまだごく一部らしいんですけど、まあまあごく一部。これで何かどうでしょうか。皆さんリクエストがあれば、今お時間短いですけどパッと。でもまあ、やっぱ俺友達系というかよく知ってる人間のみたいから、ヨッサンとかが。ヨッサンブラマヨ吉田。いやちょっと待ってくださいよ。俺はね今ここで喋る思ってんのにヨッサンとか言われて、お前は分かるで。けど一般の人がヨッサンっつったら分かるわけないやんけお前。俺怖くない。だってちゃんと会話になってんの。確かに。だから決め台詞を真似るとか怖いよ。ちょっと和牛川西。なんでそんなこと言われなあかんの。今これパッと見て横に見たらちょっと水田くんかな思ったら全然違うかったってびっくりした。もうすごいよ。めちゃくちゃびっくりしたわ。まあ、これさ、じゃあこれ南海キャンディーズ。はい、南海キャンディーズ。じゃあ。うん、どうもーねえ、しずちゃん。似てる。なあなあ。
あんたちょっと私のことを可愛い目でなんか見てるやろほんま。あんた私の方が戦闘力高いからなほんま。あんたどっちだ天下一武道会でどついたのか。何すっごいなこと藤本言われてるぞベジータだ。さあ続いてはこちらです。業界を丸裸勢力図も見てみよう。さあここからですね、業界内部が一体どうなっているのか図を使って皆さんに解説していただきたいと思います。さあまずはクズ芸人業界からよろしくお願いします。若野さんどうぞ、はい、じゃあお願いします。はいお願いします、まず勢力図こちらになりますね、うん、はい、ちょっと待ってくださいね。まずはだからやっぱ鈴木もぐらとかやっぱかなり、もぐらねクズブームの何ですか火付け役というか、うん、ああそうか、もぐらがうん、あのずっと岡野だと思ってたけど、でももぐらがやっぱキングオブコントで優勝したっていうのはかなりでかいというか、岡野だと本当にクズすぎてみんなが見てくれなかったもんな。そうなんです、ちょっとあのポップさがあのそのポップさをやっぱこの方たちがみんなで、あの岡野の師匠っていうのがいいんだね。あ、そうです、まず私にも師匠がいまして、はい、ここに、いますけど、グランジ大地さん、須永さん、スパラオーズさんとか、お願いします、和田さん、ロビンフッドオグさん、これがねやっぱ僕の師匠でございまして、うん、もうクズ芸人とか言われる前からずっと僕がもう 2,3 年目ぐらいの時からあの新宿のロフトで、うん、あの人格破綻者の集いっていうライブがございまして、あそういうのあったんだ。そうなんです、そこでずっと一緒に出させていただいてて、うん、ここで今言ってるほとんどのことは学びました。そのなんかあのお金借りる時は雨の日に借りた方がいいとか、なんでなんで、あ濡れてかわいそうに見えるんで借りやすいとか単純にあの本当にライフハックというか、雨降ったら今日借金日和だなってなること、今日行った方がいいみたいな、サバイブ術を、そうです、あとなんか封筒に、うん、お金を入れて貸してくれる人は本当にいい人だから大事にしなさいとか、そういう、あだから5万貸してって裸でパンっていうのじゃなく封筒入れてくれる人は長い付き合いになる、長い付き合いになるとか、そういうことを全部習ったのが僕はこの方たち、なんだこの師匠たちっていうのがありまして、ほう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 、でまあこのまあそうですね、マミー酒井とか、まあ、クズ界の司法、うん、まあ今結構ねドッキリとかいろいろ出たり、クズ界の宝、宝です、あいつはやっぱ大事にしないとやっぱ、うん、これから多分クズ業界を引っ張っていくのは酒井じゃないのかっていう言われてますけど、だからもうどこで言われてるのクズ界祝いでは一人一人にキャッチフレーズがついてるのがいいね。あ、ヒコロヒーはクズ界のジャンヌダルク、かっこいいね、ヒコちゃんぽ。ちなみに岡野のタコだけあのキャッチコピーないけど自分では何だと思ってる。私は、まあ、ゲボ人間、ゲボ人間ゲボ人間、クズ界のゲボ人間、ゲボ人間、クズ界のジャンヌダルク、クズ界の手法、ゲボ人間、ゲボ人間、ゲボ人間でいこう、ストロングスタイルでやってますけど、ゲボ人間で、で今山添とかやっぱクズ紳士として朝も出れるクズ、あいないか、はい、だから今山添はだからクズっていうのも最古の方に行こうとしてます、新しい分野やっぱクズ業界も飽和してるんで最古、最古、確かに最古芸人まだいないもんね。そうなんです、だからこいつは今多分とんでもないことになる可能性は、山添ラビットでは最古っぷりちょっと出てるもんね。そうですね、で昼の帯も決まったっていうことで、そうなんですよ、だからもう昼出れる、あポップアップだ、そうですそうですそうです。でこの非クズ芸人って書いてある、いや名前見る限りでクズじゃんと思うじゃないですか、うん、これがでも実はこの皆さんの目指すとこですよね、多分あのマミー酒井ヒコロヒーとかも、うん、ヒコロヒーもちょっと入ってますけど、ここってまあクロちゃんさんなんてこの三拍子兼ね揃えたクズなんですよ。あのどういうこと、あのクズにもいろいろ種類ありまして、あの金クズと酒クズ女クズ、この3つがあるとして、クロちゃんは全部を兼ね備えたもうとんでもない方なんですよ。じゃあクズ芸人じゃんってなるでしょ、うん、でももう行き過ぎてもうクズすぎて最初って惹かれてたりしたじゃないですか、うん、もうでもそれがみんな面白いってクズっていうより面白いが勝っちゃった時点でクズ芸人は卒業しなきゃいけないというか、知らないよそんなルール。クズ芸人ってやっぱその最初の時しかなれ、赤ちゃんみたいなことと一緒で一瞬しかないですよ人生で、クズ芸人って多分輝けるずっといれるもんじゃないんで、だからこの非クズ芸人の方はクズ出身です。確かに久保田さんもまあクズで、森田さんとかもそのガーシーの走りみたいなとこあるじゃないですか、でそういうのからもう面白いが勝っちゃったんで、もうなんレジェンド入りというか、クズ芸人ではない、クズ芸人か、殿堂入り、ね、殿堂入りだって、クロちゃんはクズの三冠王だったでしょ、三冠王がでも殿堂入りだ、落合さんです、そうです、でヒコロヒーとかももうこっちに入ってるかもしれないなっていうとこもあって、そうだね、あそうか、だからまあ面白いと認定されて売れかけたら非クズ芸人になるになっていくと思います。だからもう赤ちゃんだと思ってください、その赤ちゃんみたいな呼び名、クズ芸人よう言うな、そう大きくなったら非クズ芸人になる、え赤ちゃんゲボ芸人、赤ちゃんゲボ人間です
めちゃくちゃやだよ。そうです。